はい、板バネ屋特発産業製作所のリュウです。皆さん設計にお悩みではないでしょうか。今回のテーマは薄板バネ用材料基本編です。これを見ればバネ用材料って何がわかるようになりますので、最後までぜひ見ていってください。はい、では初めに一口に材料といってもいろいろあるという話をします。例えばステンレスといっても1種類だけではありません。機械的性質、化学成分、使用用途などにより設計に適した材料の選定が必要です。バネ用鋼体には大きく分けて主に3種類の規格があります。 1. 磨き特殊帯鋼、 2. バネ用冷感圧延鋼体、 3. バネ用ステンレス鋼体。これを順番に解説していきます。1番、磨き特殊帯鋼。磨き特殊帯鋼の磨きというのは冷感加工を施しているという意味で、研磨しているという意味ではありません。その用途もバネに限らず、チェーン部品、事務機器部品、刃物、座金など幅広く用いられています。2番、バネ用冷感圧延鋼体。磨き特殊帯鋼をバネ用として考えた規格を制定したのがこのバネ用冷感圧延鋼体です。このバネ用冷感圧延鋼体は磨き特殊帯鋼の中から8種類を選び、さらにバネ用として適切な調節を加え、バネ用の鋼体として適切化を図った材料なのです。3番、バネ用ステンレス鋼体。バネ用冷感圧延鋼体を用いた薄板バネが耐食性や耐熱性の点において問題となる場合に用いられます。バネ用ステンレス鋼体にはこの表のような5鋼種が分類されていて、オーステナイト系、マルテンサイト系、石質硬化系に大別されます。バネ用ステンレス鋼体もバネ用冷感圧延鋼体と同じく、調節によって細かく硬さが指定できるのも特徴です。また石質硬化系ステンレスとマルテンサイト系ステンレスは熱処理を施すことにより、硬さや引っ張り強さなど機械的性質を変化させることができます。ちなみにこれらバネ用の材料に使用される記号 CSP はコールドストリップスプリングの略で、冷感圧延を行ったまでの材料という意味です。要はバネ材という意味で理解していただけたらいいかと思います。これらバネの材料はそれぞれに合った熱処理を行うのですが、それはまた別の動画で紹介しますね。はい、ではまとめです。今回はバネの材料について解説しました。バネの材料は大きく分けて3つの規格があります。その中でもよりバネに適した材料の規格が作られている。そしてバネを作るためにはバネに適した材料の選定が必要です。ということで今回のテーマはここまでです。今後も板バネ設計の専門知識を情報発信していきますので、よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。